こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、目標1万ドルの会員さん、ね、乳幼児の子育てをしながら、アマゾン室に取り組んでいる会員さんの売上報告です。9月の9日にね、初めて売上5000ドル超えましたと。今年なんとか1万ドルやっていますという報告をいただきました。9月の9日に、この5820ドルの売上報告をいただいて、で、その後ね、お子さん連れて、実家に里帰りしてたんですけど、戻ってきて、11月11日、あ、11月14日、売上、7000ドル突破しましたという報告をいただきました。まあ、このペースだと、ね、目標通り12月には1万ドル突破する可能性が高いです。他の会員さんも売上相談、ね、売上報告お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。